カモン。いたいたいた。黄色バンいるよ。フリーロードが、おら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 、これが、フルリロードだ。行くぞ。マガジン刺して、M4 のチャージングハンドルを引いてくれます。巡航があるから、これを出していきたいんです。と見せかけてやる。スバラです。で、B、ナイスナイスナイス、俺。B でかいよ。で、やり返す。で、ここでチャーリー取りに来てるやつを、抑えられるか、俺。頼む。勝ちたい。勝てるよね、これ。勝てるよね、この点差。はい、どうも、ジャンダルクです。というわけで、今回も、コールオブデューティー MW2。早速ね、実況プレイやっていくんですけども、本日紹介するのが、この MW2 から姿を変えて登場した、ガンスミス 2.0 を最大限活かした銃ってことで、こちら。はい、M4 のコンバージョンキットで SMG 化にされた FSS ハリケーンでいいのかな。はい、こちら、元銃がですね、AR57 っていう銃で、M4 ながら P90 マガジンを上部に差し込めるっていうね、本当に存在する変態銃で、まあ、ここでも見えてますよね。なかなか、わけわからん位置にあるっていう。で、まあ、名前の由来が、まあ、P90 だとか、あとまあ、FN57 もおなじみですよね。まあ、合計 5.7×28mm っていうね、まあ、こちらのアタッチメントでもちゃんとね、表記されてるっていう。これ結構ありがたくないですか？今までまあ、ウィキペディア探してきて 5.7×28mm 画像これみたいなね、やってたんだけど、それしなくてもこれ実銃サイズで、このゲームではやってくれてるっていう、めちゃくちゃありがたい。っていう形で表示されてるんですけど、まあ、これの名前を取って、まあ、AR57 って名前なんですよね。まあ、57も同じ名前の由来ですから、まあ、読み方としては AR57 とか呼んだ方が2っぽいのかなって感じなんですけど、まあ、とにかく変態銃。で、廃墟方法が P90 と同じ、下からね、廃墟なんですけど、まあ、それがこちら M4 マガジンが装填されてるところから廃墟されるんで、空のマガジンを入れることによって、それでまとめて捨てられるっていうね、この地球に優しいエコですよ。もう何言ってるかちょっと自分でもわからんから、まあ、ちょっと MW2 内のこの武器の評価なんだけど、こちら一応ですね、まあ、こういう形で M4 のツリー方式の、アンロックされるはずなんですけど、一応まあ、ベータでは最初からね、解放されてる状態で、一応現段階で上げれるレベルマックスまでしました。はい、まさかのレベル15まで上がるかと思ったら、14の9999でカンストっていう状態となっております。まあ、ウィーク2とかウィーク3くらいで解放されるのかな。早速こちら使ってやっていきましょう。ということで、これからもですね、COD MW2 に関する動画ガンガンと上げていきますので、もしよろしければ通知が届くにチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では参りましょう。さあ、では早速今回はドミネーションの方やっていきましょう。でさ、オペレータースキン見て、これほら、韓国パッチつけたやつがいるんですよ。だから韓国籍の、まあ、キャラクターが今回絡んできてるんじゃないかなって、キャンペーン絡んできてるんじゃないかなってことで、ちょっと楽しみですよね。だから普通にスキンがかっこいい。この迷彩服絶対にありますからね。はい。ということで、やっていきましょう。報告しよう。より良いゲームのために報告する。まあ、ベータ版ですから、多少はねってことで。では早速こちら、ドミネーションやっていきたいと思います。で、ここのドミネーションは敵が開幕絶対 B 取りに来るんで、それを投げ物を使って打開していきたいと思います。スタンだけ、後の後続のために。いやー、誰も後続続いてくれなかった。けど、裏リスポン取れた。でかい。ということで、敵が、立て直す前に、体勢を立て直す前に、全部やりまーす。気持ちいい。で、このゲームはですね、このモードはですね、モードっていうかマップかに関しては、B 湧きするんですよ、基本的に。だから敵は多分向こうで湧いてるんですよね、今。で、AC のどっちかに履けるって形の、プレイスタイルになってますので、こういうことですよ。気持ちいい。よいしょと。一旦リロードしておいてと。あ、待って、間違えた。UAV 出したかったんだ。いや、これここで出したら俺死ぬでしょ。俺が死なないようなトリニティロケットの使い方を教えてください。お願いしまーす。そこです。ダブルキル気持ちいい。はい、UAV オンライン。はい、ちょっと待って。落ち着いてちょっと、あれをしたい。紹介をしたい。はぁ、めっちゃおる。いやー、最高めミスター。3人は無理や。はい、ということで、AR57 見ていきましょう。はい、ということで、特にまあ面白みはないですね。リロードすると、マガジンキャッチボタンがここーっていう。で、フルで撃った時が、ちょっと待ってね、フルで撃ちたい。来いよ。はい、1キル。で、2人目いるっしょ、そこ。この人来ないかな。前出るよ、じゃあ。前、なー、初段バッチリ当てたんだけど。ぶっちゃけこの P90 は火力がめっちゃ弱いです。はい。一応弾数あるし、ブレないから、そこの強さはあるんですけど、よいしょと、投げ物投げて。そこの強さはあるんですが、味方それ俺や。これもー、後ろいる。危ねえ、ないカバーいるね。そう。安定性はすごいあるんだけど、まあ、レートがね、そんなにないんで、あと火力もそんなにないんで、威力もそんなないから、正直、まあ、MW2019 と同じ P90 枠なのかなっていう。そう、段数多い系銃みたいな形。で、こういうテルミット投げて抑えつつ味方一緒に上がろうぜ。クイックフィックス発動。ナイス、すげえ。いける？待って、後ろいるくね？いないか。チャリ取るよ。だって今回キルストからスコアストリークにしてきたんで、旗に絡めば絡む分だけとお得けど、その距離はサブまでは勝てない。いやー、もうちょっとあれだな、立ち回り極めたいな。俺となんか AR 級で戦っちゃってるから、よくないよ。いるね。はい、いるの分かってるんでやります。で、奥いるな。ふっ！対空してるところ失礼。で、多分そっちからもいるんで、はい。これが P90 の力。P90 マガジンの力。段数が置いて素敵。多分そこ来るよね。あー、指出されたか。出されたら多分ね、きついから一旦下がるわ。フルリロード見せたいんだよな。来いよ。あ、もう、いたいたいた。ヒーローマンいるよ。フリーロードが、おら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 、これがフルリロードだ。行くぞ。マガジン刺して M4 のチャージングハンドルを引いてくれます。はい、神。いや、これだけで白米2杯くらいか、いや 1.5 杯ぐらいかな。 P90 マニアだったらまあ 1.5 杯か2杯ぐらいいけると思うんですけど、僕はまあ1杯かな、やっぱり。うん、おーすげえとはなるけど、やっぱねまだ甘い。はやっぱね、何ボルトリリースボタンでやってほしい。俺はこのリロードダメですかね。来ないか。味方一緒に前出る。おい、ナイスキル。よいしょ、対空してるセイントセイヤがいましたね。マジデータでさ、対空ってマジで意識高いよな。一応今作対空がしやすいらしいから、まあ、バンガードがクソしにくかっただけなんだけど、しやすいらしいから、そこら辺ちょっと期待してもいいかもしれないですね。で、誰か優美出してほしいな。あ、味方ごめん撃っちゃった。やるじゃん。で、これチャーリー取るか。よいしょ。チャーリー取って弾がもうないんだよな。ただ C 取って、しっかりとトリニティロケット出ました。おい、誰か武器持ってないの？あったあったあった、なにこれ。おークリンコフ倍性。でかい。で、トリニティロケット出して、これでスコンスイーク精度だから、はい。さらにキルストが出せます。確実にキルしたいから、B の底からいたな。ほい。え、ダメ？一旦リロード。よいしょと。え？ C いない？そこは遠距離来そうだけどな。ナイスすぎ。ナイス味方。いる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 。大丈夫それ。はい、決め打ち。いやー、このジャンプ打ち気持ちよすぎだろ。あー、引っかかった。勝てる。クリンコフ強すぎ、マジで。これ AR だからね、この枠。バグってるだろ。P90 があの火力に、なのに、こいつはそこそこ火力出てしまうっていう。やば。投げも来てんな。一旦命にリロードしたいと思ったけど、ステムショットがまだない、このゲーム。それが残念。テルミット投げる。はい、やる。いや、マジ火力弱いな、やっぱり。まあ、けど、弾数が多いのよ、この武器のメリットですから。しっかりと弾数多い系で、見せつけていきましょう。いや、けど、安定性はすごい。あれも敵顔出して、くれ続けてたら、多分キルできてたっていう言い訳。やる。危ねえ。一段階頭下げる、ムーブ。これもう、うわ、ジャンプされて、エイム外された。うんま。やっぱキャラコン楽しいな、このゲーム。ね。もう見るからにキャラコン最高に楽しそう。で、多分これ C 来るから、C 押さえますわ。C 来るよね、それ。来るから、B と C に押す。で、ここで俺、前出たら死ぬから、こっちから回って B に行きましょう。大丈夫？前出れないよ。あれ、敵 C 取りに来ない？もしや。やるじゃん。ナイスナイスナイス。ほ。効果なし？敵アルファいったのか。うわー、上に芋ってるやつだ。これ、旗の位置がさ、敵の B のところ見えないよね、芋のところ。そこがね、結構強ポイになってるから、あれは気をつけたい。よいしょと。やるじゃん。後ろいたね。一択にして、はい、戻る。スタイル。いやー、これ段差でエイムずれた。いや、まだマップ慣れてないから。で、こっちから来るかな？ちょっと一応しゃがんで見とくか。で、しっかりとアルファ取る。で、これでしっかりと逆転ムーブワンチャン。大丈夫それ。逃げる。あれ。いる。まだいるよね。来いよ。多分そっちで湧いてきてるはずなんよ。俺は A の守護神にするぞ。いるわ。絶対顔出せる。無理。死ね。ベータでそんなところにいもんな。男なら、前に出ろ！待って、そこの奥がきつい。どうすかな？これ C 取るか。カウンター出てるってことは多分 UAV もワンチャン出てる可能性ありますね。はい、これやる。で、ロケラー兵がいるから、それをこれで抑える。素晴らしいです。リロード？これ取れる？これで待つか。後ろ！いや、これ絶対、ゼガヒデも取る。ゼガヒデも、味方ナイスカバー、ナイスカバー。で、こっち来てるから、いや、これ立ち回りパーフェクトじゃない？パトカー周りでのプロって言ってくれ。後ろ。また、バッチリムなんだけど、無理。いやー、P90 やっぱ弱いよ。安定性あるけど、TTK で勝てねえ。ねえ、めちゃくちゃ当たり判定いいんだけど、当たり判定っていうか反動制御いいんだけど、やっぱ火力が勝てねえ。まあ、仕方ない場面の負け方だったんだけど、さっきのとかローだったから。ただもうちょっと欲しい感はあった。否めない。はい、投げ物投げる。で、そこもテルミット投げて、B 抑える。ナイス。入る。来てない？ OK。ここで見る。素晴らしいです。C も戻してるやつはいない。一人、いるね。これどうするか、立ち回り的に。こういって、こういって、こうでしょ。素晴らしい立ち回り。で、UAV 出して、なるほどね。把握。これやるじゃん。で、また後ろから来るから、それ抜く。で、後ろ下がりたい。よいしょ！下がれた。危ねえ。これで巡航ミサイル出して、スコアスリック出していきましょう。めっちゃ今 GG してるよ。敵の姿これで一旦確認したいんだけど、ハートがね、あんま映んないよな、これ。いる。ここいるわ。あれいない？もう。見えない！何にもなれない！ C 取るか。けどほら、撃った後のさ、巡航撃った後、この煙やばない？マジで。くっそリアルっていう。いや、多分もっとリアルはね、もっと煙で建物を崩壊するんだけど、まあ、これが限界って感じですよね。ここら辺でいいんじゃない？どこに抜かれたこれ。負けたらシャレならんだけど。これ、負ける。あ、今日勝てたわ。ナイス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 おちんちん。で、しっかりと SAE で打開してる敵に今2体抜いてる状態だから、はぁー死ねよいいようにつけてんねんこっちは待ってこれは C 守るか。多分味方が A 取ってくれてるから C を取りに来るやつをやることによって2点取りができる。カモンカモンカモン。いるいるいる。あ、これも距離絶対勝てないけど、敵に牽制だけするわ。ほい大丈夫そう？スタンも投げて、しっかりと投げ物投げつつ打開ってなったら、変に動きを出さず、足音出さずにゆっくりピークしよう。はい、ゆっくりソフトなピークで。危ねえ。投げ物1人いると思ったら2人いると思え。これがコールオブデューティーだ。あれ複数リスポンしてないね。 B 取るか。 B 取らんと逆転できない。 B 取ろう。ほい手の糸投げる。ナイス味方抑え。でかいでかいでかい。後ろもいるよ。こっちは俺が抑える。いやこれパーフェクト連携ですよ。さあ UAV 出してでこっちいるからやる。で後ろまだ来るから見る。いるね。はい、死ね。ナイスナイスおちんちん。で、巡航があるから、これを出していきたいんです。と見せかけてやる。スバラです。で、B、ナイスナイスナイス俺。B でかいよ。で、やり返す。で、ここでチャーリー取りに来てるやつを、抑えられるか俺。アルファに出しちゃった。まあいいや。で、巡航も出てる。あ、味方か。頼む。勝ちたい。勝てるよね、これ。勝てるよね、この点差。ナイス勝利。危ねえ。これは完全キャリーですよね。まあ、キルペース的には、まあ見てもらうとわかるんだけど、なんか50キルとか100キル、まあ50キル頑張っていくと思うんだけど、100キルとか200キルはね、相当、200キルじゃないな。100キルとかは、ちょっとね、バンガードみたいにはいかないマップではあるんだけど、普通にね、ディスが入り乱れるというか、拠点が入り乱れる、個人的にはいいマップかなと思いました。丸。はい、ということでね、今回は、P90 マガジン使った AR57、AR57 使わせてもらいました。いや、マジでね、強さはないんだけど、やっぱ弾数が多いっていう点、あと反動制御がめちゃくちゃ効いてるから、そこそこね、取り回しに触れるんで、こういう形でそこそこ触れるんで、まあ、そこら辺がすごいいい点かなって思いましたね。なので、まあ、安定系 SMG として、段数多い系 SMG として、ワンチャンで何かしらカスタマイズがぶっ刺さるかもしんないから、まあ、ちょっとベータ版ではなく製品版に期待したい銃の一つかなと思います。はい、ということで、これからもですね、こういった形の動画ガンガンと上げていきますので、もしよろしければ、通知が届くにチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。